写真拡大。阪神 4-5 ヤクルト、10日、甲子園球場。阪神が延長10回に競り負け、自力での CS 進出の可能性が消滅した。この敗戦で史上3球団目となる通算5戦敗となった。4対4で突入した延長戦。10回に6番手で登板したドリスが耐えきれなかった。西三塁から塩見に勝ち越しの中前打を打たれた。9回には石一、二塁でサヨナラのチャンスもあったが、糸原が左比。大山も補者比に倒れ、好機を逃した。矢野監督は、9回だけじゃないよね。やっぱり点取るところで取れてないっていうのは、こういう試合になるよねと嘆いた。これで DeNA、オリックスに次いで史上3球団目の通算5戦敗となった。初黒星はチーム3試合目の1936年5月1日、阪急戦、甲子園、2-3。通算1627試合目で5309勝318分け、勝率515。また、甲子園の観衆3万7606人は今季2番目の少なさ。4万人を切ったのは4月11日 DeNA 戦3万8078人、5月22日ヤクルト戦3万3462人、5月30日巨人戦3万9734人、8月28日中日戦3万9355人に次いで。